はい、こんにちは、ストアクテルと申します。今回はですね、次のパック、ワールドプレミアパックかな、それで出るブルーアイズのサポートカードを使ったブルーアイズデッキです。久しぶりですね。このね、新規カードの真の光、これがごっそ強いんですよ。まあ、いわばブラマジ版永遠の魂みたいな感じなんですけれども、汎用性とね、あのデメリットがちょっと薄い、ブラマジよりは。で、まあ単純にね、ブラマジよりも攻撃力500高いわけですから、圧倒的に向こうよりもライフ取るスピードが高い。で、さらにデッキからね、ブラマジカードをセットする、効果も持っているんで、正直な話、これ3枚間違いなく必須です。ブルーアイズデッキマジで強い。このカードはもうこれから先入れるとしてもこれは抜かないんじゃないかなっていうぐらい強いんで、皆さんちょっと見てあげてください。今回もね、デッキ対戦をちょっとまあ見たんでまとめてみたんで、どうぞ。まあ使っていくデッキカードはそんなに言うほど前とね、あの違う、戦法はそんな変わらないです。先方はね、前と同じようにオルタナティブやシンクロエクシーズなどを駆使してアドバンテージを取っていき、その隙をね、要するにまあ手札にほら、モンスター残りにくいでしょ、このデッキ。それを墓地蘇生、毎ターン使える墓地蘇生でなんとかする。復活のクイーンじゃ足らんからね、今の高速化に対応するには。このルインフォース君、これがなかなか強いんですよ、やっぱしマシンナーズはな。で、エンドフェーズに墓地のブルーアイズを蘇生。で、墓地のオルタナティブを蘇生。で、破壊。で、効果。青き目の効果で、相手の墓地のカードを除外。で、復活のクイーンで蘇生して、オルタナティブを破壊し、エクシーズした、フォトンドラゴンで無効にします。フォトンロードか。ギャラクシアイズフォトンロード。モンスター効果は。で、さらにフォトンロードで無効。で、出てくるカーネルちゃん。復活の時にそこは向こうにしますが、出てきますよね。でも、真の光があれば何度でも蘇る。ギャラクシーアイズ相手をパクって、ブルーアイズをサーチしてアドバンス召喚で向こうにする。で、真の光の効果でデッキから強靭無敵最強をセットします。これでブルーアイズは基本的に向こうになる。で、墓地のブルーアイズ創生。真の光。何度でも蘇る。で、そして効果でオルタナティブをする。まあまあ、それは関係ないけどね。バトルフェイズ、ダイレクト、ダイレクト、真の光、ブルーアイズ創生してダイレクト。見ました。めっちゃ強くない？やばいでしょ。壊れてレベルじゃないでしょ。ブルーアイズ、これ環境来たんじゃねえレベルでめちゃめちゃ強い。これもう、なんか待ってたって感じ。ブルーアイズの中でもサポートを。これもうちょっと前に出しとけよって話ですけどね。お次はセキュリティフォース。なかなかね、先行で回されると難しいものはあるんですけれども、それもね、あの伏せ4枚をどうにかして突破する。蘇生、真の白き霊の効果で除外で、効果で破壊、バトルフェーズ中に白き霊の効果でブライス、まあ、戦闘効果を守られる。で、金券を入れています、この時はね。金券でも結構欲しいなと思う。スキドレ型なんで、スキドレか真の光を持ってくることをもう大前提にしてる。でもバレてるんで、スタンバイでスキドレ開きます。で、強靭無敵最強で、とりあえず1個は無敵です。除外されてしまうんでね。で、ビンゴマシーンの効果で真の光を手札に。で、強靭無敵最強の効果で破壊。で、スタンバイでスキドル開く。で、真の光発動。まあちょっと除外されてるんでできないですけどね。ここちょっと失敗だったな。真の光の効果でブルーアイズをとりあえず蘇生。そしてブルーアイズ召喚されたの強靭無敵最強をセット。で、相手がサレンダー。どうですかこれ。ちょっとここはね、墓地のカードを、太古の知らしの効果で白き霊流手札と加えて、アドバンス召喚でもよかったかもしれないですね。オルタナティブ蘇生できるし、蘇生。
で、まあ、白木霊流、どっちがいいのか、白木霊流はね、サーチができ、じゃあ、蘇生できないんですよね。ブルーアイズホワイトドラゴンじゃないから。白、真の光では。だからまあ、この辺は好みかなと思ってます。採用するかどうかは。うん、こんな風に。まあ、ここも、切り裂かれた光ある、切り裂かれた闇あるんだったら、普通にブルーアイズ良かったと思うけど。で、マジアンズナビゲートに攻撃されても、まあ、永続トラップなんで、で、自分のターンで向こうにできるよって。で、効果で破壊。で、効果でプラス8。うん、ここもあんま意味なかったなぁ。縦でよかったね。普通、精霊流は。月下流で手札戻しちゃう。で、まあ、モンスター全部やられたけども関係ない白木か。真の光があれば。で、破壊。で、タキオン。で、ダイレクトアタックで勝利。まあ、相手をサラチにしたらタキオン、ヌメロンタキオンで、のセットでサラチにして、もうワンキルして勝ち。もうそれでいいよね。お次は、召喚ドラゴンかな、最近やりのデスティニーやりだね。強いよな、パニッシュメント。マジでパニッシュメントは強い。だ、でも、スキドレの前には無力。スキドレの前では全てが無力。真の光の効果で蘇生。蘇生、バトルフェイス攻撃、攻撃、攻撃、ジャスト発戦です。はい、簡単でしょ、すごい簡単なお仕事でしょ。もう遊戯王ってちょろいっしょ、これやれば勝てるんだから。スキドレ貼って、真の光貼って、ブルーアイズ出すだけ。もうこれが遊戯王だからね。そんなもうリンクだとかそんないらないからね。竜の霊廟もこれも3枚でいいかなって感じはしてるんですよね、ぶっちゃけた話。まあ、それか竜の霊廟を2にして愚かな枚数を1にするか。とにかくブルーアイズを持ってこないと話にならないから、手札があって。手札か墓地に。墓穴の示しはどうしようもないとはしても。で、まあ、ハリファイバーを入れてる理由は、まあ、そこだけではなくて、まあ、フォーミュラシンクロンを出して、まあ、今ね、今、全盛期であるバロネスちゃんを出すためにもあります。テレビ中でね。でも、これがめっちゃ相性いいんですよ、バロネスとフォーミュラシンクロンは。ブルーアイズ墓地に送れますから、真の光で蘇生できるよってことになるんで。はい、以上です。どうすか、めっちゃ強くないすか、このブルーアイズっていうか、真の光。このイニシエの形が環境で使えるようになるとはこれ夢にも思ってなかったんで、自分的にはすごい満足です。今の構築は金券入れてないんですけど、金盤研究入れてていいと思います。スキルトレイン引っ張ってくるためにも。強靭無敵最強も強いんですけど、これもまあ補助的な意味なんで、抜くときは抜いていいかなって感じはしてますね。白木霊流も僕の好みなので、だから枠としては3枚ぐらいはあまりかねない。太古の白石も3枚使うときはそんななかったんで、青き目の剣士、太古の白石も2枚ずつにして、他誘発とかで割いてもいいですしね。はい、以上です。ワクテカでした。ブルーアイズみんな強いから組んでみてください。はい、お疲れ様でした。